ロレーヌ十字総主教十字ロレーヌ十字は十字の一種である。この副十字は一本の縦棒とそれに交差する二本の横棒からなる。古い種類のものは二本の横棒が同じ長さであり、縦棒の上端と上側の横棒、縦棒の下端と下側の横棒との距離は等しい。しかし、現代で一般的なものはこの二つの棒を格付けして描かれる。 下の棒が上の棒より長く、よって、総主教十字と似ており、しばしば同一視されるが、文章学では2本の横棒が上に寄っていない点で区別する。下郎と林間公、ゴドフロワード・ブイオンが彼の旗に、この十字を描き、第一回十字軍に参加し、指導的役割を果たしたところから、ロレーヌ十字と呼ばれるようになった。 標準的なフランスの国旗に赤いロレーヌ十字が特徴の自由フランスの旗ド・ゴールが亡くなったコロンベレ・ドゥ・セグリーズには彼を記念した43メートルもの巨大なロレーヌ十字の十字架がある。ロレーヌ十字はフランス東部のロレーヌの紋章の一部となっている。もともとはフランスを侵略者から奪還する戦いで有名となったジャンヌ・ダルクの象徴とみなされていた。 1871年から1918年の間、ロレーヌの北部3分の1がアルザスと共にドイツに併合された。この時代、ロレーヌ十字は失った領土を取り戻そうというフランス人たちの希望を結集させる役割を担った。この歴史的な重要性がロレーヌ十字にフランスの愛国心の象徴としての大きな重みを添えている。 第二次世界大戦中、ロレーヌ・十字は、シャルル・ド・ゴールの下の自由フランスの公式なシンボルとして採用された。これは、ジャンヌ・ダルクの抵抗を想起させ、またハーケン・クロイツへの回答でもあった。ロレーヌ・十字は、1940年から1943年の、アイバ・自由フランス空軍の航空機の機体にも描かれ、 第一次世界大戦にまで遡る伝統的なフランス空軍のラウンデルが描かれていたビシーフランス空軍の航空機と区別するために使われた。後にロレーヌ十字は共和国連合などのゴーリストのシンボルとして採用された。スロバキアの国旗。写真の場合は特別に縦に形容するため国章の配置が縦向きになっている。 スロバキアの国旗やスロバキアの国章には、ロレーヌ十字が描かれている。スロバキアにおいては、ロレーヌの象徴としてのロレーヌ十字は、大モラビア王スワトプルクが東フランク王アルヌルフの諸子でスワトプルクを、大父とするロレーヌのツベンティボルトに、それを譲ったとされている。ハンガリーの国章ハンガリーの国章にも、副十字が描かれている。 これは、現在のハンガリーやスロバキアの地にあった、パンノニアやモラビア王国における、ビザンツ帝国の影響だとされることが多い。ヤギエオ十字リトアニア共和国の勲章ビーティス十字、勲章等しい長さの棒からなる金色の、副十字は、ヤギエオ十字とも呼ばれ、リトアニア大公にして、ポーランド王のヨガイラが1386年に、キリスト教へ改修して、以降、 私的な気象として用い、リトアニアの国章に取り入れられた。この十字は、ハンガリー式の副十字を元にするので、初期には、下の棒は、上の棒より長かった。後にアゲげは朝のシンボルとなり、リトアニアの国家のシンボルともなった。現在でも、リトアニアの国章ビーティスに見られる。この副十字は、ベラルーシの国のシンボルの一つでもある。ベラルーシの、 副十字は重要な宗教的物であるポラツァクのエフロシニアの十字を象徴する。このシンボルもまた、ビザンツ帝国にその起源があるとされており、ベラルーシギリシャイコールカトリック教会によって、東方教会と西方教会の伝統を統合する象徴として、使用されている。ベラルーシ十字は、ベラルーシの以前の国章であり、歴史的シンボルであるベラルーシの国章。 パホニアに見ることができる。ありがとうございます。